邪悪な村人の王の住む場所ハイブロック城へとたどり着いた。大広間は兵士や魔術師で埋め尽くされており、いつでも剣を抜けるよう警戒して進まねばならない。玉座の間を見つけ、邪悪な村人の王に立ち向かうのだ。いやー、いよいよ今回最終回になるのか？来てしまったね。うわー、すごい。狼呼ぼう。来た、行け、戦え、行け。かわいそう、かわいそう。くそ、でも何回もあの召喚できるからね。今クールダウン入ってるけど、よし。さあ来た、狼、行け、戦え。よし、オッケー。狼ちゃんはあれ回復できないのかな。うわっ、やべ、狼のヒットポイント。うわっ2匹目が死んだ。王座の間にたどり着く。パーティーに押しかけろ。今パーティーやってんのか。おっとっとっと、えぐいことなってる。やべ、いやー、狼も死んだじゃん。ちょっと油断したな。ここはちょっと狼では攻略難しいから、アイテム変えるか。風のホルンっていうのを使ってみよう。敵を押し出す。よし、おお、こういう感じね。なるほど、いいじゃん。よし、風のホールいいぞ。あとは盾のトーテムっていうのもあるんでね。これはそう、この中だと飛び道具、あ、飛び道具がもうかからないじゃん。あ、これめっちゃ強えな。今まで使えばよかったのにね。矢ですごい苦しめられてきたからね、今まで。おお、なんだなんだなんだこの炎。あっ、いや、くぅ、よし、回避するとこの炎が出るようになってる。すごい、かっこいい。でも自分は食らわないっていう。あと使ってなかったのはこのショックパウダーだよね。使おう。来い。お、これでスタンさせることができるのね。ショックパウダーも強えな。ハーベスターっていうの使ってなかったよね。これも使ってみよう。わ、結構すごいとこだね、ここね。ほら、来た、ハーベスター使えるぞ。来なさい、来なさい、ハーベスター。あれ、あれ、ハーベスター使えねえじゃん。さあもう一回。お、使えた。あれ、今の一体何なの。やべ、こっちからも来た。よし、オッケー。あ、ハーベスターこれだ。なんか魂がこう吸収できるんだ。で、結局何なのよこれ。よし、いけ、今のうち TNT 来てる。うわっ、あー、きつい。さあ一気に切りかかろうかな。さあ一気にいけ、ほら。おお、ようやくだ。死者の魂もう溜まったんじゃない？溜まってるっぽいな。よし、多分 Y ボタンを押せば解放できるのかな。じゃあちょっとやってみようか、 Y ボタン。わあ、これか、爆発だ。すげえ、
周囲で、あのメガンテみたいな、あ、宝箱、お、なんか外に出てきたよ。ずいぶんなんか初歩的なやつらが出てきたな。さあ奥に行こう。爆発いけ、オッケー、うわ強烈強烈 TNT、 おい、うわすげえいるな。ソウルめっちゃ溜まるじゃんこれ。よっしゃ、これは一体なんだろう。あ、銅像だね。こいつがボスなのか。変なやつ、鍵が必要だ。大爆発いけ、よし、もう一発。鍵の場所が分かんなかったけど、多分地図見るとこの先だね。これか、え、これ、あ、これ、この中入れたんだね。エボーカ来た、エボーカ来ましたよ。あ、こいつらもなんかちょっと強くなってる。あ、強くなってんなこいつら。この天使みたいなやつ一発でやっつけることできたんだけど、さあちょっと爆発でこちらはいけ、よし、やば、この天使一発でやっつけられなくなってる。おい、まだか、うわきつい、よしいった。前はもっと倒すのうまかったんだけどな。あー豚、よし、力の弓出てきたね。レベル18の力の弓出てきたな。力の弓数やばくない？ 4 本持ってんね。ここに鍵があるんじゃないでしょうか。エボーカーが出てきたってことはね、なんか、うん、なんか関係あると思うんだけどな。これか、出よう。おお、こっちでいいんだ。食器棚を探す。あれ、鍵はどうすればよかったの。わ、コックさんだ。コックさんも働かなきゃいけないのか、この城では。コックさん弱いな。お玉持ってるわけじゃないよねあれ。食器棚を壊す、これか。せっかくの料理なのに。すごいな、今パーティー中かな。うわここすごい、この先すごいことになってる、ほら。うわー、みんなの食事でしょこれ、みんなの食事なのに。さあこれ全部壊した。この先に何かあるらしい。ちょっと行ってみよう。あ、あれ、今度はあれだ。よし。さあ、王座の間に行く。さ
あ、玉座に近づいてきたぞ。あ、宝箱があるね。あれ取りたい。やっつけた後に取ることができんのか。あれ、あ、死んだ今。ちょっと無視していくか、あれは。あ、これで取れるじゃん。嘘、そんな簡単に取れんの。うわ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 、しかしえらいことになって。うわうわうわ、ちょっと待って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 、いやー、やばい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 、わけわかんない感じになった。あー、でも、あー、うわー、でも戻ることはできたじゃん。今ゲットしたの、ソウルダンサーのローブ、これめっちゃ強い。ヒットポイントプラス76だよ。今つけてんのヒットポイントプラス59だからね。よし、これつけよう。わお、かっこよくなった。あ、しかしこれをつけたためにあの炎が出なくなってる。あの炎めっちゃ強かったんだけどな。いや、やっぱこれだな、これでしょう。さあ、宝箱っていうか物資かな。そろそろボス戦っぽいな。邪悪な村人の王と対面する。対面するんだ。こいつだったのか、対面。うわ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 、えぐいのがすげえ来たじゃん。まあ、ちょっと炎でやってやっつけよう。めっちゃ便利だこれ。あ、こっちにも来てた。うわ、あったいな、こいつら。よし、エンチャントされてんのが来てる。よし、危ない危ない危ない、やばい、まずい、回復。さあ、やっつけた。どんどん来るね、どんどん来るな。よし、オッケー。きって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 。魂解放して爆発するやつできないのかな。あ、できた。オッケー。もう一発。あ、もう一発はできなかった。邪悪な村人の王を、あ、逃げたのね。追いかけるか。邪悪な村人の王は城壁へ逃げた。奴を絶対に逃がしてはいけない。あ、今回最後ではなかったんだ。